こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はセブンイレブンさんの新商品を美味しく食べてみましょう動画なんですけれども、結構重ためのやつがどんどんどんと3つくる感じになってますので、気合い入れて楽しくやっていきましょうということなんですけども、まず1個目はラーメンですね。なんと荻窪の名店ハルキアさんとセブンがコラボしたラーメンが登場しまして、ずっと楽しみだった。それがこちらでございます。ティディーン、東京荻窪醤油ラーメンの老舗ハルキア監修チャーシュー麺と書いてありまして、こちらが550円、税込み594円のものでございますが、チャーシューの量がねなかなかありそうですし、ハルキアさんのスープ再現してんだとしたら美味しいもんね、絶対ね。とりあえずレンジで5分10秒温めていきましょう。5分10秒後というわけで、いやこれねいい香り、パカッと開けてこれをゆっくりスライドしていくということだそうです。跳ねたりするのは注意だそうでございますが、あ、スープの色今結構濃かったね。濃い濃い濃い、濃くてうまそう。でも麺は結構ほぐれてるね、最初からなんか知んないけどほぐれておりまして、メンマがこうあって、チャーシューが1枚、はいはい、2枚3枚と結構さ、あ、まだあった4、うわ、ちょっとセブンさんこの感じのチャーシュー4枚びっしりはありがたいんじゃない、美味しそう。いただきます。ではまずはスープの方からいただいていきましょうか。あー濃い、が結構がっつりやっぱりくるね。でね、肉系魚系どっちからもぎっちりお出汁が出てるイメージでございまして、これはもううまいね。でもう早くもこのさ麺にスープの色がついてるのかな。でちょっと縮れてって中太的な麺だとは思うんですけれども、うまいね。思ったよりもコシがある麺とはいえ、最終的な食感はレンジ麺特有の柔らかさみたいなのがあるんですけども、縮れが結構強くてね、吸ってる時もその縮れてる部分が結構ねやんちゃにね暴れてガンガンいろんなところにぶつかってくるっていう、スルスルスルってすすりやすい麺ではないと。で口の中でもそことここのゴワゴワした感じが印象的だったりするから、コシがあるようにまたそれで思えるのかもしれませんけれども、でもね他のセブンのレンジ麺の麺と比べたらやっぱりだいぶむっちりずっしり重たい感じもしますね。ちょっと1枚このペロッと、まあそんなに分厚くないのよ、これ結構ペランコチャーシューだから4枚っていう説もあるんですけども、でも4枚嬉しいよね。でこれではいつるんと巻き込んで、麺巻き込みで、いいね。とにかくねスープがね甘じょっぱくてその濃いんですよ。そのスープの味をふんだんに含んでいるさっぱりしっとりしたチャーシューっていうイメージでございまして、俺は肉だとってがっつり主張してくるでもなく、口なじみのいいチャーシューっていう。じゃあ今度はメンマをチャーシューにのせて、一旦侵入禁止のマークみたいのを作りまして、その上から侵入しちゃうっていう味の交通違反かましながら、この巻き込み型でいってみましょうかね。はい、メンマもやっぱりね風味が強いからこのスープの中で活躍してくれて、またコリコリってした食感もあって美味しくなるんですけども、何よりびっくりしたのが、今僕チャーシュー2枚目食べましたよね。ってことはあと2枚残ってるはずなんですけども、なんか知んないけど3枚残ってます。ほじくってたらなんか出てきました。結局計5枚あったってことですから相当多いね。いやだとしたらチャーシュー4枚でも感動できた僕がいたんだから、1枚減らしてワンタン1個入ってるとかだったらまた感動したかもしんないね。まあでもそれはしょうがない。
はい、ごちそうさまでした。というわけで、ずっと今でも口の中にスープの甘い味が残り続けてるくらい、余韻も楽しめるくらいの勢いのある返しの効いたスープだと思うんですけれども、やっぱさ、ここにさ、煮卵とか入ってたらまた美味しいよね、絶対黄身とこのスープの感じ合うじゃんとかいうのも思いながらも、それやっていくと本家の春木屋さんの中華そば確か850円だと思うんですけども、そこと競ってきちゃうから値段的にね、困りものっていうのもありますが、いいラーメンでございました。そして続いてはこちらでございまして、こちらトーストサンドとんかつ税込み399円と、なかなかのお値段だったりもするんですけども、お店で見て新商品で、もうさ、ドーンっていうさ、とんかつがさ、断面がこっち見てんのよ。これなかなかの厚みかなと思ってびっくりしたし、パンがちゃんとさ焼かれてる感じだから、ただのサンドイッチじゃなくてやっぱりトーストサンドなんですね。で、低温長時間発酵でパンがしっとりふんわりとか言ってます。で、僕が一番気になってるのはね、ちゃんとこの断面の感じが尻尾まであんのかなとか思って、それも気になって買ってみたんですけども、ちょっと今開ける場所間違えましたけれども、せーのとペロンといきますよ。持った感じね、もうカリカリしてる、ちゃんとカリサクッとした感じがしてまして、温めたら美味しいそうなので、1枚は温めずにもう1枚温めて食べていこうかと思うんですけども、あれあれ、ちょっと待って、ああああ、でもあ、まあ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 、いいんじゃいいんじゃないいいんじゃない、そりゃここはないよ。でも、あ、でかい、とんかつでかい、おめでとうございます。キャベツもそこそこ乗っておりまして、ソースべったりした感じもあります。これがマスタードマヨネーズソース的なものかと思われますが、いや、ちょっととんかつがちゃんとでかくて、なんかびっくりした。いただきます。いや、これナイス新メニューじゃない、もしかして。うん、食べ応えあって美味しい。とんかつのさ、サクッとした衣の感じまでは味わえないまでも、口の中での肉々しい迫力とパンと混ざり合って柔らかくなっていく感じ、そう、柔らかいの、ちゃんとお肉が柔らかくて柔らかく混ざっていく感じ、パンが一回トーストされてるっていうのも個人的にはポイントすごく高い。うん、大迫力だね。なんかさ、キャベツのだから存在感がそこまで感じられないんですよ、こんだけ肉に迫力があると。だからさっきのラーメンと一緒で、最近のセブンさんって肉の迫力でもう物を言わそうと、具の根も出ないようにさせようとする感じなのかなというのも、またそれはそれで素敵だと思ってる。ではちょっとレンジでも温めていきましょう。さあ、結局見た目では分かんないと思いますけれども、食べていきましょう。で、一応こっちも開いてみますと、はい、ちゃんとね、あ、こっちはちょっとちっちゃめかもしれないね。さっきの側に持ってかれてる分、足りてないところがあるかもしれませんけれども、尻尾までは。あ、うん、これ絶対温めた方がいい、3倍くらい美味しくなる。柔らかさ、歯切れも良くなって、甘さも増す感じがして、温度によって全体的に多幸感がもう増しすぎる感じの味わいになる。で、とんかつに関してはもちろんガチのさ、とんかつ屋さんのとんかつと比べちゃったらかわいそうなんですけども、カツサンド、トーストサンドのカツとしてはもうすごく美味しいやつに仕上がってます。うん、だいぶ美味しかった。で、今日はもう一個あるって言いましたよね。これも商品棚で見てびっくり返しちゃったんですけれども、たっぷりサラダチキンロールという感じで、サラダチキンのあのお肉がかなり挟まりきんないくらい入っちゃってるサンド系というかさ、367円、282kcalでございますね。タンパク質が 23.5g と書いてありまして、僕ね、結局ね、このパンの感じのやつもすごく好きなんです。あらららら、らこれはもうさすがに具材足りないとか少ないとかっていうものじゃないと。あ、チーズも見えますね。なんか2段重ねくらいのチーズがあったりとかして、とにかく美味しそうだよね。で、パセリとか唐辛子も振ってあったりするのかな。いただきます。すっごい僕これね、好きな感じのパン、めちゃくちゃこれいいと思ってます。で、
まずしっとりさっぱりしてて美味しい。さっぱりしてるだけじゃなくてちゃんと食べ応えもあるっていうものなんです。それもそのはず、やっぱりね、このようにフレンチドレッシングがかかってたりですとか、ちょっと断面ごめんなさいなんですけども、チーズもあるからちゃんとそこら辺でコクのある食べ応えみたいなものもねあるんです。あとこれに関して、このチキンに関しては張り付いてるだけみたいな、挟んでる感じが全くなくて、に忍者だよね、岩に捕まってる忍者みたいな感じで張り付いてるっていったものでございます。うん、はい、ごちそうさまでした。というわけでこのサラダチキンロールもまあ食べ応えはまあ見た通りあると思いますし、で368円か1個だから、個人的にはこれ1個でもうお腹いっぱいになるんだったらすごくいい昼食とかおやつタイムの一品になるのかなと思うんですけども、これ1個だけで満腹になれるのかどうかっていうのは今僕はね判断できない。もうラーメンとカツサンドの後に食べちゃってるから、なのでその判断に関しましては皆さんに委ねたいと思います。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、シミさんからのコメントで、僕だって春菊ですよとおっしゃってますが、僕は自分のことを春菊ですと名乗ったことはございません。もうこのチャンネルなんか犬とか猫とかからいっぱいコメントくるかと思ったら、とうとう春菊。